皆さんこんにちは、イリカです。今回の動画では私が先日パネルに書いたこの作品の制作手順と絵の解説についてお話ししていきたいと思います。それではまず絵の制作手順からご覧ください。まず作品を作るときにテーマを決めます。今回私は日常の中で思っていたことを書こうと思いました。人は毎日いろんな経験をします。その経験には事柄と感情が合わさっています。例えば仕事が成功したという事柄があると嬉しいという感情が生まれます。そのようないろんな事柄やいろんな感情を年を重ね積み重ねていくほどに、自分の本音というものと、もう一つ自分を引っ張る自分の声というものが出てくると思います。そしてその自分を引っ張る自分の声というものが大きくなってしまうと、自分の本音というものを見失ってしまうことがあると思います。私はそのこれまでの経験から生まれてしまった考えや自分を引っ張ってしまう自分の声より、自分の本音となる部分がすごく大切で、その部分に自分自身が気がついて耳を傾けることが大切なんじゃないかと思い、そのことをこの作品に込めることにしました。引き止めるもの、まとわりつくもの、邪魔をするもの、それらを含んだ言葉がしがらみという言葉でした。ということでこの作品のタイトルはしがらみです。これらのイメージを早速下書きに落とし込んでいきました。まず中心にいるのが自分の本音となる核の部分です。そしてその核の部分にそれぞれのしがらみがしがみついてまとわりついている様子を描きました。まとわりついているのは自分自身ですが、その時の記憶やその時の感情、自分自身のしがらみを表しています。そしてこの作品ではしがらみとしている女の子は全部で6体描きました。下書きが完成したのでパネル作りをしていきます。今回は A3 のパネルに絵を描きました。ベニヤパネルに水張りといって濡らした画用紙を貼り付けていきます。空気が入らないように引っ張りながら端をホッチキスで留めていき完成です。画用紙が完全に乾いてから下書きをパネルに描き込んでいきます。黒の色鉛筆でペン入れをしました。正面から見るとこのような感じです。しがらみは核だけにしがみついてまとわりついているのではなく、しがらみ同士、記憶、感情同士でも複雑に絡まり重なっているというイメージです。筆はこの2本を使いました。右側の細い筆は髪の毛や細い部分を、左側の太い筆は肌や洋服など広い部分を塗っていきました。水彩絵の具の時はいつもこのパレットを使っています。それぞれの色をそれぞれの場所に出し、水で溶かしながら色を混ぜて絵に塗っていきます。水彩絵の具で色を塗り終えたのがこちらです。最後は色鉛筆で仕上げをしていきます。この黒の色鉛筆はペン入れをした時に使いました。そして肌の部分はこの3色です。濃いめの肌色は影の部分を、明るい肌色は色をなじませるところに、ピンクは関節の部分に色をつけました。髪の毛も3色の色鉛筆を使いました。影の部分には濃い焦げ茶色を、束の部分には少し明るい茶色を塗り込んでいます。そしてこの灰色はしがらみの女の子の洋服の影の部分を塗っています。核の部分を強調するため洋服の色は分けました。核の女の子は赤色で、この色鉛筆を影の部分に塗っています。そして完成したものがこちらです。テーマを決めてからこの構図が決まるまでものすごく悩み、書いては消しを繰り返しました。下書きを始めてからペン入れをするまでには4時間もかかりました。どの女の子がどの女の子にどのように絡まっているのかを頭で整理をしながら書いていたので、こんがらがりながら書いていましたが、パズルを組み合わせている時のような楽しさがありました。私がこれまで書いてきた作品の中で一番時間がかかり頭を使ったものなので、私にとってこの作品はとても感慨深いものになりました。この先いつか個展をしたいと思っているので、これからはいろんなテーマでいろんな作品作りを頑張っていきたいと思います。今回の動画で初めて作品の解説や手順をお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。最初に作品をご覧いただいた上でこの解説をご覧いただき、なるほどと思っていただけたらとても嬉しいです。絵を描いた本人がその解説をするというのはあまり良くないということを聞いたことがありますが、私自身は好きなアーティストさんの絵の解説を聞いてみたいという気持ちがあったので自分でやってみました。
私のような方がこの動画をご覧いただき、楽しんでいただけたらとても嬉しいです。今度はデジタルイラストの解説などもしてみますので、ぜひご覧ください。インスタグラムやツイッターもしています。リンクは概要欄に貼っているので、気になる方はチェックをしてみてください。これからの動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。